清らかな優しい社会を地元から、ね、世の中のために役立つような本当にゆきちゃんの役目果たしてくれたらいいなってすごく思いました。1に社会貢献、2に社会貢献、3子がなくて5に家族っておっしゃってたので、それをそのまま受け継いだ人かなと思ってます。アベノミクスの恩恵を地方まで行き届かせるにはもう少し時間がかかると感じています。しかしまだ政府は来年4月の 10% への増税を諦めていません。総理が増税は再延期する、凍結するといち早く宣言することが景気を回復させる近道であると考えています。ではなぜ再延期が必要なのでしょうか。日本は GDP の6割を個人消費が支える国です。言い換えれば日本の経済を支えているのは私たち消費者なのです。増税によって個人消費が冷え込みました。その結果企業業績が上がらず、正規社員への登用に企業が躊躇し、非正規社員は年々増加しています。介護離職を経験した私もそうでしたが、非正規社員の雇用は不安定で低所得なケースが多く、そのような環境では所得が消費に回りません。自分自身の経験を踏まえ、非正規社員の大幅な処遇改善と正規雇用を望む人にとってそのチャンスが与えられることによって、個人消費の回復にも大きく貢献するでしょう。消費増税の再延期、そして徹底した金融緩和と財政出動によって景気回復に全力を尽くします。清らかな優しい社会を地元から。日本の心を大切にすると